皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの第1回留学説明会のお知らせをします。東洋高校さんは1年間カナダに留学するコースと3ヶ月オーストラリアに留学するコースがあります。その2つのコースのどんな学校で勉強するのかとか、また留学している時どんな勉強をするのか、で留学の生活ってどんななのか、実際に英語のレベルってアップするの、さらにどのくらいのお金がかかるのか、そういう内容について説明してくれるそうです。日時は2024年今年ですね、4月20日の土曜日、受付は13時から、説明会は13時30分から15時30分、2時間です。会場は沼津駅北口にありますプラザベルディのコンベンションホールの B で行います。内容は留学進学コース帰国後の生徒の発表、実際に留学してきた生徒がいろんなことを話すということです。こちらがカナダへ1年間留学するコースです。そしてもう一つ、国際進学コース帰国後の生徒の発表、こちらはオーストラリアに3ヶ月留学するコースですね。なおこの説明会に参加するには申し込みが必要です。参加予約は東洋高校のホームページの方からお願いしますとのことでした。なおこちらのチラシを持っている方、こちらに QR コードがありますので、この QR コードからも申し込むことができます。今日は東洋高校さんの第1回の留学説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。